カンボジアの栄光。トンレサップ湖に面したこのアンコールの地に、アンコールアの王オスーリアバルマン2世は、アンコールワットの建設を行い、続く、ジャヤアバルマン7世は、アンコールトムを築いた。画像は、アンコールトムのバイオン4面像。十字軍国家の象徴。イスラム教徒の反撃が始まったことで十字軍国家は、重大な存亡の局面に立たされ、 西欧に向けて幾度となく十字軍が誕生された。画像は、ギオーム・ド・ティール・チョ、十字軍国家の歴史の歴史写本に描かれた第二回十字軍。シチリア王国の繁栄。シチリア島では、ギリシア・アラブ・ノルマンの文化が混交した。画像は、ノルマン人のオール・チェーロ2世を描いた、パレルモのマルトラーナ教会のモザイク壁画。12世紀とは、 西暦1 1一1年から西暦1200年までの100年間を指す世紀。巡礼の流星。スペインのサンティアゴ・でコンポステーラ大聖堂の栄光の門のロマネスク様式の彫刻群。この地はサンティアゴ・でコンポステーラの巡礼路の終点であり、多くの信者がここを訪れた。西ヨーロッパでは前世紀に続き2度、第2回と第3回の十字軍の遠征が行われた。 また古典の文化がイスラムビザンツの文化を経由してヨーロッパに伝えられ哲学、美術、文学などの分野でも新しい動きを見せた十字軍に対するイスラムの反撃が始まり1144年にエデッサが陥落するこれを受け第2回十字軍がシリアのダマスカスを攻撃したが敗退した1187年 IU 部長のスルタン サラーフッティーンによりエルサレム王国軍が壊滅し、約90年ぶりにエルサレムがイスラム側によって奪還された。この事件は第3回十字軍遠征に発展したが、イングランドとフランス、そして新生ローマ帝国の十字軍は薄く伸びる、沿岸地域の奪還にとどまった。中国中国では、寮に服属していた女神が、指導者ワイアン・アグダにより独立資金が建国された。 金は、その十年後には領及び、北僧を滅ぼし北藩を征服、新たに再興した南藩を制する南僧と対峙することになる。日本絵巻物の流行。大和絵の手法により、絵と言葉書きを書き連ねる絵巻物が一世を風靡した。画像は、京都鉱山寺に、鳥羽草城、各雄の名で伝来した、長重ギ画。陰性器文化を代表する一品で、 動物たちの躍動感ある死体の描写から漫画の外も呼ばれている。武者の世の到来。方言の乱と続く平治の乱で、皇族や石関家の構想を介して、武士団の軍事力が政局で重要な面を握るようになった。画像は、平治、物語絵巻、五福島神社。方言、平治の乱の後、政権を指導したのは、新興武士団の同僚。 平野清盛であった。平家一門の繁栄ぶりは、現在も残る五福島神社の壮麗な社殿にも伺うことができる。自称、樹英の乱。平家の都落ちにより政局は流動化し、厳平合戦と通称される内乱が続いた。画像はこの内乱の終局を描いた伝徒さ三つの部、安徳天皇縁起図の段の裏の戦いの場面。 この内乱の勝者皆元頼朝がやがて鎌倉幕府を開くことになる。平安時代後期から鎌倉時代最初期にあたる。天皇化、摂関家を巻き込む清掃、方言の乱、平時の乱により、武士の政治的地位が上昇した。両乱で活躍した平野清盛の打ち立てた平氏政権が栄えたが、自称、樹永の乱における最終決戦。 壇の裏の戦いで源氏を筆頭とする勢力が勝利し、平家が滅亡したことにより、源氏の統領源頼朝による新たな武家政権である鎌倉幕府の成立に至る。生命上化と、断熟する北宋末期の起草皇帝、千和時代の開封の塔、張宅丹が描いたもので現在は北京古旧博物院に所蔵されている。学費。 成功の変により難戦が避けられなくなったそうでは、金に対する主戦派と和平派が衝突した。主戦派の中心が、学費で湿地回復に努めたが、和平派の最小深海により暴殺された。今でも、旧国の英雄学費に対する中国での人気は高い。金と南総。深海の主導した将校の和議により層は、中国北部を失うが、利岸を落として、 経済的には大いに反映した。総額の体制。南宋では、劇に言論が整備されるとともに、大義名分論が盛んに唱えられた。画像は、出記の肖像で、彼の下で総額が深められたことから、朱子学とも呼ばれるようになった。人仕様の展開。河南省宇宙市にあったとされる、宋の五大名誉の一つで、宋の南私により金の支配するところとなり、 空色の政治に赤や紫の釉薬が混じる洋変の技術はこの時代に発展した。画像は大英博物館蔵の人仕様、思考釉版露光橋、河北を占領した金では清掃と昇集の2代の安定期を迎えていた。画像は現在の露光橋で昇集時代に完成したものが基礎となっている。金の都遠京の近郊衛定側にかけられており、 マルコ・ポーロ教の名でも知られている。高麗政治。この世紀の後半には独自の造眼政治が誕生する。画像は、ソウルの干末美術館の政治造眼雲閣文明品。ホイサラ・朝の勃興南インドのマイソウル地方のホイサラ・朝はこの時代に、高気茶歩ルやアソの支配を脱し勢力を拡大した。画像は、首都ドーラ・サムドラに建てた。 ホイサレシューバラ寺院で細密な彫刻を全面に施すホイサラ様式が特徴である。ゴールアサの交流。ガズナーサを滅ぼしホラズム社長を屈服させたゴールアサのギアースティーンムハンマドは中央アジアから北西インドにまたがる地域を支配した。画像はアフガニスタンのハリー川沿いに建てられたジャームのミナレット。クラックでシュバリエ。十字軍の支配下で シリアに気づかれた城塞で、長らく西洋派ね騎士団の居城であった。この時代の追記技術の域を集めた城塞で、サラ・フッティーンの猛攻をも退けた。サラ・フッティーン。エジプトのファーティマ朝を倒して、アイユー部長のスルタンとなりスンナ派の信仰を復活させた。また十字軍と戦って、エルサレムを奪回し、イスラム世界を守った英雄として名高い。 ユダヤ人哲学者、マイモニデス。スペイン生まれのユダヤ教ラビで、正式な名は、モーシェベンマイモーン。ユダヤ教哲学に活気をなしただけでなく、諸学に通じ、エジプトでは、サラーフティーンの辞意も務めた。画像は、人間の尺度について抗議するマイモニデスの写本差し絵。パブラ・ロジェリアナ。シチリア・オールジェイロ2世の下で、 イスラムの地理学者イドリースイーによって1154年に作成された世界地図。画像は14世紀の模本でアジアアフリカヨーロッパが描かれている。ムラ村アッサ。北アフリカのマラケシュを都としてイベリア半島にまで進出したベルベル人の王朝。画像はこの王朝の下で作られたマラケシュのボビオクッパ・バーディン。イブンルシュド。 西方イスラム哲学を代表する学者で、アリストテレスの注釈から二重心理説や知性単一論を発展させ、アベロエスの名でスコラ学にも大きな影響を与えた。画像は、故郷コルドバに建てられた彫像、12世紀ルネサンスとトレド。1085年にイスラム教徒から脱回されたトレドは、かつての西豪と王国の首都で、この時期は、 デコンキスタの最前線であった。イスラムを経由した学術的な著作がこの世紀には多数ラテンを訳された。画像は現在のトレド市街の眺望で左右にアルカサルとト,トレド大聖堂が見渡せる。アベラールとエロイーズ。12世紀ルネサンスのスコラ学を代表するアベラールは有名論者として名声を得ていた。エロイーズとの比連も有名である。会の 死闘会はカビに流れたクリニー会を批判し、厳格な修道規則と労働の重視により、西欧の大改闘運動にも影響を与えた。画像は、死闘会最盛期の指導者、クレルボーのベルナールを描いた13世紀の黄金伝説の細密が、敏原のヒルデガルト、卓越した女子修道院長であるばかりでなく、中世最大の神秘家であり、作曲家、薬草研究家であった。 画像は神からの啓示を受けるヒルデガルトと禁じする書記を描いた道を知れの差し絵。ピサの斜塔。この塔はもともとロマネスク建築を代表するピサ大聖堂に付属した首労で、1170年代の第一後期の終わりにはすでに傾き始めており、今あるような姿になったとされる。安住帝国の一族、プランタジネット家の安住博安里は、 イングランド王ヘンリー二世として選出されるとともに、王妃アリエノールとの婚姻を通じて、フランス最大の領主ともなった。画像の上段左からヘンリー二世王と若ヘンリーと、リチャード一世志士親王、下段左から、ジョン・ケツチ王とヘンリー三世。ルイス島のチェスゴマ。1831年に、スコットランド北西部アウター・ヘブリティーズのルイス島で、 発見されたもので12世紀ノルウェー支配下で作られたと推定される。全78個のうち67個が大英博物館に11個がスコットランド国立博物館にあるウルネスの木造教会。ノルウェー西部の祖軍をフィオーラネ県にある最古の木造教会で1130年頃に建造されたもの。キリスト教建築とバイキング様式の根校が見られ、 独特な動物物用装飾は、ウルネス様式と呼ばれる。ウラジーミルの聖母。1131年に、コンスタンティノポリス総主教から、キエフ大公、ユーリー・ドルゴルーキーに贈られたもので、長らくウラジーミルに保管された後に、モスクワに移送され、ロシアを外敵から守護した遺恨として、損数を受けた。現在は、モスクワのトレチャコフ美術館に所蔵されている。 イーゴリ遠征物語。1185年の春に、ノブゴロド・セベルスキー公イーゴリが、遊牧民ポロ別人との戦いで思わぬ大敗北を喫した事件をもとに作られた、女ジ誌ジで、ロシア文学を代表する一品とされる。画像は大敗した、イーゴリ公を描く、ビクトル・バスネツオフの歴史が、イフェの聖堂彫刻。イフェは、ナイジェリアにあった、ヨルバ人の王国。 ノク文化の影響を受けて発展させた高度な鋳造技術による制度彫刻が有名。画像は大英博物館所蔵の人物像。フランス、イングランド、スコットランド、アイルランド、イタリア、イベリア半島、新生ローマ帝国、北欧、東、ローマ帝国、東欧、十字軍国家、北総、南宋金、両、西梁、後来、日本、注釈出展。ありがとうございます。